ロハイ。やめてよかった。じゃあピザ。なんかディオン久しぶり。中野に来ております。ここ前食べてた。うわあ。前来た店。お？ああ。二次会で。おはようございます。3分です。今ちょっと中野駅まで来ております。隣にはあのお兄ちゃんがいます。ああ。なんか古い感じ。焼き鳥ね。いいね。てか良さげな店がめっちゃあるな。前来たんですけど、中野ブロードウェイの中、ケンタッキー。まあ、うん。うわ、チャンキーだ。日曜日でございます。一つ頼めばいいよ。おうん、うわ、美味しそう。あとつけたら、うん、うん、うまっ。名前なんだっけ？タン。これなんだろうね。ネギマ？これだね。これ。名前なんだっけ？ネギマ。ネギマ。今うまそう。どうですか？うま。ハイボールロハイ。ソトロクさん。でか、喉に詰まった。何これ三ツ矢サイダー、はい、こんな感じなんだ、これ名前なんだっけ、つくね、つくね、うん、これなんかカレー美味しい、カレーと肉の、うん、うまっ、これうまいよね、うん、全部食べたっすね、食べた、うん、体に悪いんだな、苦手だった、好きになりました、あーごめんなさい、スープに。もうタカン好き。うわタカン。優しい、これくれました。手で食べてもいいの？いいよ。あそうなの？てか手で食べるもんだよ。あそうなの？うん。いいの？いやいいんだって。一口は無理だと思うよ。一口はもう冴えない、なんかごま油の匂いがする、気に入ると気に入ると、うるまい、飲みすぎ、太んないよ、なんか行儀が悪いとか言われそうだ、あ行儀が悪いとか言われそう、たくあん、え、うまっ、うまっ、焼きおにぎり大好き、いい飲みっぷりだね、
お酒が似合わないね。ここが似合うんだな。これアスパラガスじゃないの？あんまり味がしない。アスパラガス違う。え？アスパラではない。ネギ。ネギっぽいね。これ見たかったな。札幌。キュウリの浅漬け。うまこれ。味ついてる。塩の。動画撮るのむずい。ごちそうさまでした。じゃあ皆さんごちそうさまでした。なんか中野って人すごく多かったんですけど、さっき何時だったっけ来た時。7時半ぐらい。7時半か。あ、今9時なんですけど、さっきより人が少なくなっちゃって、最近私ヒゲできてる。生まれて一度もヒゲとかできたことないんですけど。それがすごい。なんかびっくりしました。だって男ですよ。え、今まで私できたことがない。いや、だからそれが異常です。で、ちょっと中野での動画はここまでにします。まあ、お兄さんと、まあ、また2軒目行くので、これは個人的な時間、うん、を過ごしてみたいと思います。今韓国の人です。タタですよね。本当？はい、韓国。いやこれ嫌だな。で、また次の動画でよろしくお願いします。2軒目行きます。もう猫偶然見つけた。モヤ様。モヤ様って何？モヤ様って多分テレビ番組でしょ。ああ、そうなの。モヤモヤ様。モヤの、あ、モヤ様。かわいい。いつもカバンで遊んでる。あ、もう興味なくなったな。もう起こした。え？まあ別にどこ撮っても。あ、そう、大丈夫ですか。眠そう。お願いします。眠いね。猫さん。眠いね。かわいいな。あっち見ると、中野っていう感じするんじゃないの？なんかフィギュアとか。あれですか、旅行できてるんですか？住んでるんですか？あ、寝てる。うちだけ撮ります。顔は全然撮らないです。これ先行ここどっちがいいですか？先行で。で、単純に数が大きいと足して。でも投げた。あ、こういう感じか。でこうになったんだよな君は。今思うとね、普通に中身は。はい、皆さんこんにちは。あ、エンディングか。ちょっと呼ばれました。偶然歩いてて、こういう店見つけて本当に嬉しい。こういうなんか、なんて説明すればいいかわからないです。アットホームな。お、アットホームなみたいな感じで、この店、今度紹介したい。今日のは本当に楽しかった。あ、本当に楽しかった。じゃないの？なんか猫のさっきの店。私は楽しいというより癒された。ですよね、はい、ゆっくりできました。さっきの店は今度来て紹介するので、皆さん、うん、人で話今度よろしくお願いします。やっぱ日本楽しいな。もうこれもう本当楽しい。